校内いじめ発生は校長教師の堕落に原因が。共同通信によると、さいたま市立南浦和11年の男子生徒、13歳、が2018年に自殺した問題で、第三者調査委員会の設置を要望するか検討していた遺族に対し、益子刑事校長が写真をずるい週刊誌がネットに上げると、要望を取り下げるよう促す発言をしていたことが27日、関係者への取材で分かった。この件ではバドミントン部の男性顧問教諭の指導が原因と訴える遺族に対して、その情報を隠蔽するなどの不適切な対応が取られていたとされている。校長が遺族の訴えに、調査の影響で、同校に入学予定の妹に対する配慮がおろそかになるとの発言もあり、遺族は一旦要望を見送った。その後、支援者の後押しで改めて設置を求め、現在は調査が続いている。益子校長は調査には責任を持って協力すると話しているという。第三者委員会の設置を要望していた遺族に写真をずるい週刊誌がネットに上げるなどと牽制発言していたとあるが、ずるいのはこの校長だろう。発生直後に担当教諭を他校に移動させたり、遺族両親を言いくるめたり教員業界の隠蔽、自己保身を前提の行動がある。この種の校内いじめの発覚が遅れがちなのは、遺族両親の躊躇にも原因がある。教師は生徒に対して優越的な位置を占めている。教師や校長の決まり文句は、第三者として公平に判断、だ。普段、生徒が反抗的だったり規律を乱したりしていれば、そこをついてくる。遺族両親はひるまざるを得ないこともある。教師は一般社会で揉まれることが少なく摩擦慣れしていない不完全な人格を持っていると考えた方がいい。彼らが口にする、第三者とか客観的、公平な観察等は事件が起きた後は度外視しなければならない。結局彼らは教師の業界で自分たちの立場を守り合うのだ。ことが起きた以上、すぐに第三者委員会を起こし、徹底的な原因究明をする仕組みを当たり前のことにしたい。他の子供が動揺し教育的に不穏当だなどは理由にならない。子供を預けているからと健常の気持ちを持つこととは別のことだ。お聞きいただき感謝申し上げます。